こんにちは。今日はね、平松グループの平松軽井沢というホテルに来てます。本当軽井沢でもね、屈指の高級ホテルで、値段もなかなかのものなんですが、もうすごく広いし綺麗だし素晴らしいホテルなので、ちょっとこれから紹介していきたいと思います。では行きましょう。エレベーターこんな感じです。すごいスタイリッシュ。やっぱり広さの割に泊まってる方は少ないので、全然人と会うことがないですね。ここ3階です。このいろんなところにアートが散りばめられているのが面白いですね。絵が棚から落ちてる絵っていうのは結構多くて、なんか不思議な感じです。トリックアートっぽい感じ。そして廊下もすごく綺麗で静かです。この一個一個がね、すごい広々してますよね。本当にゆったりできますね。このおしゃれさ、これ立体になってるんですよね。置いてあって木で、じゃあおしゃれだ。入り口もこの重厚感。はい、中に入るとまずね、ここにアートがあります。この感じでね、いろんなところにアートがあるので面白いですよね。部屋はこんな感じですね。こちらもすごく広々してて綺麗で高級感があります。ここがまずクローゼットになるんですけど、広すぎますよね。人2人ぐらい寝れる感じのクローゼットになってます。こんな広いクローゼットは本当初めてですね。僕はこんな感じで閉めるとこうです。これも重厚感すごいな。まずはここミニバーからちょっと見ていきましょう。こちらがコーヒーミルです。で、これがドリッパー。
この2つを使ってコーヒーを入れるのがおすすめなのでやってみてくださいと言っていただきました。これでちょっとやってみたいですよね。これはコーヒー豆です。これはお菓子かな。ここにティーカップがあります。お皿とフォーク、スプーン、ナイフ、ここアイスペールですね。アイスペールおしゃれですね、これ。そして隣が冷蔵庫になってます。で、この下のアルコール類は有料なんですけど、それ以外上段とサイドは飲み放題、もう自由に飲んでいいということで、水とペリエとウーロン茶と桃の荒絞り、高原の雫リンゴ、これはもう長野なんで絶対美味しいですね。楽しみです、飲むのが。冷蔵庫の上にコーヒーセットも入ってました。綺麗に並べられてますね。隣はグラスや、こちら栓抜きやマドラーなどがあります。で、ケトルとコーヒーメーカー、そして水もね、こうここにも2本、冷蔵庫にも2本、あの風呂場にも2本っていうところが、この気遣いもすごくありがたいですね。やっぱりいつも水別でペットボトルで2本ぐらい買ってるので、最初からね6本ぐらいあると本当に助かります。洗面所はこんな感じでダブルボールになってます。すごく広々してて綺麗で、手入れが行き届いてるなっていう感じがします。こんな感じでアイロンは伝えておいたら用意しておいてくれました。この葉っぱもね、かわいいね。これは多分殺虫剤ですかね。やっぱり虫が多いので、自然がたくさんで、ここにアメニティが入ってます。シェービングキット、コットンパフ、ヘアブラシ、シャワーキャップ、歯ブラシです。高級感あるな、入れ物も。で、ここにタオルがあります。ここはドライヤーですかね。これはドライヤーはね、これクレイツというメーカーのものみたいですね。こちらもアメニティが入ってます。こちらは女性用ですね。多分化粧水とかまとまってるものが女性の方があります。こちらね、フェイシャルパックも用意されてますね、手厚い。で、こちら反対側が手洗いになります。この重厚感すごいですよね。このような感じですんごい綺麗です。こちらが露天風呂になります。いやー、ほんと広々しててすごい開放感ですね。もう全部窓がピカピカで見渡せます。ここシャワールームです。メインシャワーもあるし、清潔感抜群ですね。で、こちらにはバスローブが用意してあります。そしてお冷やもここに置いておいてくれてます。これはウォッシュタオルだね。で、バスタオル、ヒノキリボン、このような感じになってて、ここが段差があって寄っかかれるようになってるんですよね。だからこうもたれかかって外の景色を長時間見てられるように多分作られてるんだと思います。外のね、小鳥のさえずりだったり草木の音や匂いも感じることができます。こっちも開くので全開にしちゃいます。一回こんな感じです。
そしてこの開放感のあるバルコニーですね。いやー、ここは最高ですね。今まで来た宿の中で本当1、2番争うレベルでリラックスできてます。次はこちら、このようなアートがありますね。またここがデスクになります。ここにアートブックがあるんですよ。それぐらいやっぱりアートには、力を入れてるホテルになりまして、見ているのもすごく楽しいですね。やっぱりアートってこういろんな見方ができて飽きないので、こういうのもちょっと後で読んでみたいと思います。この木製の感じがいいですね。すべて木のぬくもりあふれます。ここに Bluetooth スピーカーがあるな、BOSE の。この辺もね、助かります。最初からあるとレターセット、このライトすごくおしゃれですね。ここの雰囲気にぴったりです。ここにタッチパネルがあって、ここにルームサービスなどのメニューが載ってます。無料でヨガ、エクササイズ動画を楽しめたり、ゲームとかもありますね。面白い。リバースとか懐かしいですね。で、ここが隠されてますが、テレビになってます。テレビもかなり大きいですね、これ。60インチぐらいあるんですかね、多分。ソファーは横長で高級感があります。固めでファブリックな感じの素材で居心地がいいです。これがね、リンゴのマークになってて可愛いですよね。部屋に入って欲しくない時にかけるやつ。これが全体の地図なんですけど、この広さなんですよ。6万平米の中に37部屋しかないっていう、まあ、ビラが9で28部屋がこのホテルの方なんですけど、なのでめちゃくちゃ広々使える、ザ高級ホテルっていう感じですね。で、ほんとこう自然に囲まれてて、軽井沢のいいところをたっぷり味わえるホテルになってます。で、これはね、パティシエさんが作ってくださったウェルカムスイーツになってるそうです。さっきこの蓋を開けただけでね、すごくいい匂いがして、食べるのが楽しみです。いやー、めちゃくちゃ広いね、これ。迷っちゃうよ、こんな広かったら。自然豊かで気持ちいいし、空気が あからさまに美味しい気がしますね、まあ、東京と比べると。アネックス離れみたいなところです。すんごい綺麗だな。こっちがメインでもおかしくないぐらい綺麗。20すごい。ここがライブラリーカフェですね。このアートな空間は
すごいな。サウンドルーム。すごいですね。これレコードかけて多分音楽を楽しめる部屋ですね。すごいなこれ。ここがカフェですね。個室みたいな空間になってます。ここが自由に使えるのすごいですね。パジャマこんな感じで白くてなんか生地もすごいいい感じですね。あの触り心地が気持ちよさそうですね。出てはい、ということで平松に泊まってきたんですけれども、本当に素晴らしいホテルでしたね。もう広いし綺麗だし、あの客室露天も、めちゃくちゃくつろぐことができましたね。本当に窓全開にしたら露天風呂と変わらないし、もうすごい綺麗だしゆったりできました。すごくで、景色とかも最高で、こう、ね、虫の音だったり鳥の声みたいなのもすごい聞こえるので、本当に自然を満喫できたなって思います。軽井沢、ザ・軽井沢みたいなホテルでしたね。で、料
がね、これがまためちゃくちゃ美味しくて、本当に今まで食べた肉の中で一番美味しかったなっていう肉を食べました。フランス料理の方だったんですけど、私がね、めちゃくちゃ美味しかったな。もう本当に筋が一本もない、とろけるような肉で、今まで食べた肉の中で一番美味しかったんですよ。で、朝食もね、美味しかったですし、本当に満喫できた軽井沢旅行でした。本当にね、おすすめのホテルなんで、ぜひ皆さんも行ってみてほしいなと思います。